トレンデリシャスです。ニューヨークのトレンド最新情報です。今日は本のランキング、今アメリカではどんな日本の本が売れているのか、また日本の雑誌ではアメリカのどんなものが注目されているのか、リポーターのメロディーが聞いてきました。今日のチャンディーバシスは本のランキング、どんな本が今人気なのか、アメリカ紀ノ国屋書店ニューヨーク本店で聞いてみたいと思います。トレンディリシャス、今日は日本の書籍ランキングです。トップ5を教えていただけますか。現在のランキングはこちらでございます。村上春樹、東野圭吾とおなじみの作家をはじめとした人気作家が出揃ったラインナップの中で、トップはやっぱり村上春樹。相変わらずの人気なんですけれども、はい、待望の、1984の第6巻が文庫化されたということで、はい、かなり人気となっております。6月にブックスリーまでが出揃ったことで、6冊すべてが上位を独占と息の長い強さを見せつけています。トップ5の中で注目の作品を聞いてみると、はい、湊かなえさんの、食材となっております。食材告白で一気に、人気作家と仲間入りした注目の画家さんとなっておりまして、裏もですね、告白同様、注目作品となっております。田舎町で起きた美少女殺害事件、犯人と思われる男の顔を思い出せず被害者の母親に責められる少女4人の運命が狂い始めます。大胆なストーリー展開で知られる湊かなえが子供のコンプレックス償いを題材に描くミステリーです。そしてコミックのトップ3はこちら。このランキングの常連バクマンもいよいよ最終巻、終わり方に賛否両論はあるものの堂々のナンバーワンフィニッシュです。今日ご紹介するのはニューヨークに関するこちら。ここはニューヨーク本店ということで、あるものが他のお店より売れるんだそうです。こちら、この夏一気に発売されたニューヨークを特集した日本の雑誌、男性誌から女性ファッション誌までテーマも様々。古き良きアメリカを探してと題された男性誌10の特集では、ファッション誌や老舗バーなど60年代を中心とした伝統的な文化とともに新たな魅力を生み出すニューヨークを紹介。そしてクラッチマガジンではヴィンテージショップまで登場するなど、ニューヨークの男性ファッションが充実。また女性ファッション誌シプールでは、モードに敏感な20代女性を対象に日々移り変わるニューヨークの最新情報をさまざまなカテゴリーで特集しています。今一番こうトレンドっぽい感じの特集とかってありますか。そうですね、こちら3紙に共通してですね、最近ブルックリンが特に最新の流行となっておりまして、そう、今日本の雑誌でブルックリンの注目度が急上昇。マンハッタンからイーストリバーを挟んだ東南に位置するブルックリン地区は、以前よりも治安が良くなり、家賃が比較的手頃なことから、ここ10年くらいでマンハッタンに近いランボやウィリアムズバーグを中心にアーティストやデザイナーたちが多く移り住み、今や一つのブランドとして注目の場所となっているんです。そしてこの3紙にも、ブルックリンはニューヨークの中でも次々とクリエイターたちが集まり、ブルックリンメイドのものが注目される、とにかく今熱い街として紹介されています。また先月発売のこんな書籍も人気なんだとか。あ、ブルックリンネイバーフッド、はい、レストランですとか雑貨屋さんですとか、ブルックリンの最新スポットを特集した。おしゃれですね。で、写真の雰囲気とか、なんていうんですか、フォントだったりとか、こういうキャプションもすごい雑誌みたいで可愛いですね、すごく。と書籍でも注目されるブルックリン、でも特に雑誌の利点を聞いてみると、雑誌は最新の流行が多く特集されておりますので。そうですよね、はい、ガイドブックではなく雑誌から新たなニューヨークを発見できそうです。 I feel like I can find a new site to New York through these magazines。 ということで、それでは早速この雑誌を持ってブルックリンをエクスプロールしたいと思います。 Let's go。来週はそんな新たな情報発信地ブルックリンから、日本の雑誌も取り上げた若き食のクリエイターたちのユニークなレストランを体験取材しちゃいます。お楽しみに。アメリカ紀ノ国屋書店によりますと、やはりニューヨークは他の都市に比べて日本の雑誌に取り上げられることが多いんだそうです。でも今年の夏のように一気に3冊というのはやっぱり珍しいそうですよ。ブルックリン相当注目されているんですね。来週のメロディーのリポートもお楽しみに。